神殿タンク内の雑排水排水とは、人が使うことで汚された、あらゆる水である。排水は、家庭生活、工業、商業、農業活動で、それぞれ使用された水、表面流水や雨水、及びあらゆる下水管への流入水や侵入水である。従って排水は、家庭生活、工業、商業、農業活動の副産物である。排水の性質は、 その出所により異なっている。排水の種類には、家庭からの生活排水、地域社会からの都市排水、及び工業排水がある。排水は物質的、化学的、生物的な汚染物を含みうる。家庭では、水洗トイレや洗面器、食器洗い器、洗濯機、浴槽、シャワーから排水が出る。乾式便所を使っている家庭は、 水泉トイレを使っているところよりも排水の出が少ない。排水は汚水のみを流す、汚水管で運び去られうる。また排水は雨水流水と汚水の両方、ことによれば工業排水をも流す合流管で排除される。排水処理場で処理された排水は受水域に放流される。処理された排水が別の目的に使われる場合は排水再利用と 水再生の5が用いられる。適切な処理をせずに環境に放出された排水は、水質汚染を引き起こしうる。開発途上国や人口密度の低い農村地域では、排水が主治の個別の衛生設備で処理され、下水管に流されないことが多い。これらの設備には、排水池につながった、不排層、個別下水設備、耳ズろ化装置などがある。ありがとうございます。